公式の闇を感じる恐怖イベント、子供向けに作られているはずのポケモンではなぜかトラウマになるほどの恐怖イベントが存在する。前回のショート動画で視聴者のみんなからトラウマイベントについてコメントをもらったので紹介する。アセロラの試練、サンムーンのイベントの一つ、スーパーの跡地でゴーストポケモンを写真撮影するという内容の試練。お化け屋敷のようなイベントだが、アセロラに化けた幽霊が語りかけてくることや、最王の部屋に入るといつの間にか背後にミミッキュがいることなど妙に凝った怖いイベントとなっている。さらにイベント終了後にスーパーに入るとさっきまであったはずの最王の部屋が消えていることにゾッとするプレイヤーもいた。出て行け出て行け出て行けと連呼する壊れちゃったアセロラちゃん、抱きしめて慰めてあげたい。観覧車の夏美、ホワイトでは特定キャラと観覧車に乗れるというファンにとって嬉しいイベントが存在する。その特定キャラの一人がなんと山男の夏美である。二人っきりの密室の観覧車の中で、ああ暑いな、少年の肌を汗が伝わっているぞ、ところでだ少年、恋人とかいないのかなど意味深に問いかけてくる。なぜ山男にこのセリフを用意したのか、はだはだ疑問である。公式の闇、他にもトラウマイベントあったらコメントで教えて。